んだか暑いわね。もうめんどくさいし、スパッと脱いじゃおうかしら。それ以上脱いだら、いろいろとまずいってば。彼女はいつもこうなのかい？さすがに仕事中だから、いつもよりもかなりマシな方。うちの父さんですら、酔ったシェラ姉にはかなわないし。そうなのか。この上、さらに乱れるのを見たいような、見たくないような。エステル、あんたってば本当に可愛いんだから。ねえ、お姉さんとチューしない？しません。さらに大胆なシェラ君を見るか、僕が酔いつぶれるのが先か。これは重大な問題だな。君たち、助けてくれたまえ。さすがに、もう限界だ。すごい。少しだけ見直しちゃったわ。確かに、シェラさんに付き合って意識が残っているのは珍しいかもね。いいところに来たじゃない。お姉さんと一緒に飲みましょう。いいでしょね。私たちはこれからご飯食べるからダメだってば。やだ、一緒に飲むったら飲むの。飲んでくれないと暴れてやる。だだっこモードに入った。シェラさん、オリビエさんがまだ大丈夫みたいな感じですよ。付き合ってもらったらどうですか？なんだ、まだいけるわね。ヨシア君、あんまりな仕打ちじゃないか。さすがにかわいそうじゃない？そうかな。でも意地悪な君も、小悪魔的で、素敵だ。確かに心配なさそうね。それじゃあ僕たちはカウンターの方に行こうか。邪魔するのもなんだしね。うん、そうね。シェラ君、お願いだから、それ以上は注がないで。ゲフゲフ。ああ、完全にグロッキーね。さすがの超マイペース男も、酔ったシェラ姉には勝てなかったか。いやー、飲んだ。最近いろいろあって飲めなかったから、久しぶりに堪能しちゃったわ。もう完全にシラフだし。シェラさん、何か特殊な訓練でも受けているんじゃないんですか？ゲテモノ種の類は昔から飲んでたけど、サソリ入りとかマムシ入りとか、それで酒に強くなったのかしら。いや、それは違うんじゃないかな。それよりこいつどうするの？しばらく使い物になんないわよ。このまま寝かせておきましょう。ここから先は空賊たちと直接対決になる可能性が高いわ。やっぱりただの民間人を巻き込むわけにはいかないからね。もしかしてついてこさせなくするためにわざとオリビエを酔わせたとか？当たり前じゃない。神領遠望の賜物ってやつよ。
その間は何なのよ。絶対ナチュラルに楽しんでたね。さてと、夜も更けてきたわ。早速宿の周辺を回りながら張り込みを始めるとしますか。あ、ごまかした。お黙り。とりあえず昼間に話を聞いた外れの桟橋まで見回りをするわよ。はい、わかりました。それじゃ、レッツゴー。